源氏はただ櫛の箱だけを丁寧に拝見した。繊細な技巧でできた結構な品である。刺し櫛の入った小箱につけられた飾りの造花に御歌が書かれてあった。別れ時に添えし小櫛をかごと煮て、春けき中と神やいさめし、この御歌に源氏は心の痛くなるのを覚えた。もったいないことを計らったものであると源氏は自身のかつてした苦しい思いに引き比べて、院の今のお心持ちも想像することができて、お気の毒でならない。さようとして異性おいでになるときに始まった恋が、幾年かの後に神聖な職務を終えて女王が帰郷されて、ご希望の実現されてよい時になって、弟君の陛下の後宮へその人が入られるということで、どんな気持ちが遊ばすだろう。